はい、どうも。グラサーでございます。やべえな、長えぜ今日も。これで終わりかな。シーズン8いきます。エニゴリチーボー焼きたてジャパンで、ドリーマーズ、トゥーオールザドリーマーズが使われた時はテンション上がりましたか？これは上がったよ。やっぱり、タイアップは、コンペに勝ったってことだから、それはやっぱありがたいこと、上がりますよ。うん。はい。はい、次。土方歳郎。最近、4歳の息子と2歳の娘がハンターを気に入って毎日聞いています。あ、結構、ちっちゃい子がいるね。うん、2歳って言ったらうちと同じじゃん。EPO でカバーして歌ってほしいです。あ、結構反応してますね。うん、皆さん、アキさん、ヒデさんが反応している。これね、カバーも、クソもさ、やったのよ、どっかの野外イベント、うちの地元だっけかな、で、ドリームドライブと、東京都心をやったんだよ。そう、で、それをね、配信はしてないの。その時俺 YouTube やってなかったから。だけど、中の人のっていうか、確認用に、こう、マネージャーさんが動画を撮ってくれて、それを YouTube の鍵垢でアップしてくれたの。誰も見れないっていうか、その URL 知らなきゃ見れないっていう鍵垢でアップしたら、もう速攻でなんかこう、来ちゃってさ。だからまあ YouTube が仕事してるってことなんだけどね。うん。どういうアルゴリズムかわかんないけど、やっぱり、それは、ね、あってさ。だからね、このカバーして歌うのはもう全然やれるし、あ、まあやってみてえななんて思うよ。別にハンターなんて特にね、ね、面白いし、こうマイクリレーっぽくもできるしさ、やりたいななんて、もう、雑思ってた感じって感じ。うん。だけどそれをね、まあ、別に配信のこと言ってないけど、俺の都合で言うけど、配信するっていうのがすげえ難しいのよ。うん。アコースティックとかでさ、ちょっとチューニングいじったりとかして、やると、引っかかんないのかなぁ。わかんないけどなぁ。まあなんかちょっと、なんか生配信とかでさ、ちょろっとやってみっかな。で、それでね、数日経ってこう、ビッてきたら、あ、そうなんだって思って、まあまた違う手を考えてみるとか、なんかそういう実験をしてみたいね。うん。ちょっと荒井兄をここに呼んでちょっとやってみっかな。まあ、ね、どうでもいいっすね、こういう話は。はい。はい。ありがとうございます。次ですね。キチンパクさん。今年はオリンピックや2年ぶりの甲子園大会もあり、スポーツに注目が集まっている年だと思うので、ハイさんのスポーツにまつわる思い出があったら、聞きたいです。これさ、俺、マジでさ、スポーツね、あんまやらないのよ。まつわる思い出っつってもさ、小中でサッカーやってたぐらいなんですね。そうなんですよ。俺はスポーツの話をしたら面白くないという感じです。しかし、ありがとうございました。はい、次。GG さん。マジェンタマジェンタか、昔からめちゃめちゃ好きな曲です。MV も好きなのですが、MV の撮影はどこで撮られたんですか？外人美女さんもいて素晴らしかったです。
美女さんとは撮影時仲良くなりましたか？マジェンタ、マジェンタはね、確かね、今はね、多分ない。六本木のね、コアという、クラブというか、クラブとライブハウスの合いの子みたいな、なんかそういうとこで撮った。うん。外人美女さんはいたね。仲良くはなってないね。うん。外人、美男美女もいたじゃん。美男美女っていうか、美男の方は、まあ、こわもての、うん、方々。うん。うん。手ぐらいかな。あの時着てた俺のスーツはすごい好きだったな。うん。あれ、買い取ったんだけど、どこにあんのかな。まあいいや。はい、次。MTR。エッジプレイヤーの詳細と、ライフが好きすぎて、ヘビロテしてます。これね。ライフはね、本当に、ライフはね、ライブで、うん、ライブでやろうかと思って、でたの。ずーっと、やろうっつってて。うん。だけどね、これってさ、ハモリがすごく大変なのよ。ハモリがないと、実現できない曲であってさ。まあ、だったら、動機で、ね、流せばいいじゃんって話なんだけど、なんかね、そういう気分にもならないというか、同じことで、あれ、タッチザスカイもそうなのよ。そう、バンドでやるんだったって。で、なんでこうやれねえのっていう、あれもあるんだけど、それはね、ジャムさんがいないとできないというね。ジャムさんが一番上の線を引っ張ってもらって、みたいな。うん、あれはやっぱね、三声でやりたいのよ。こう、三本線でピッて。うん。まあ、うるせえよって話なんだろうけど、そう。だから、ジャムさん、5つで、で、アライニーがもうがっつり結構歌えるから、アライニーがもう一声でっていう、うん、感じで。気づいた人もいるかもしれないけど、こないだの宇都宮から、ケンシーがマイクを外したのよ。うん。かねてから、ケンシーはやっぱこう、ドラムに集中したいから、彼もすごい、歯もできるんだけど、外したいってずっと言ってたから、そう、そこでまさかの荒井兄がすげえ歌えるっていうことが判明したから、それで、もう特貫工事でさ、もう数週間仕込んで、ライブに挑んだの。まあちょっとね、こう、ふわっとこう、しちゃったとこもあるけど、でも、案外、良かったでしょう。うん。そう、だからね、これから、ちょっとこの賛成作戦をね、ちょっとね、やらないとなって思ってね、まあ、うちに、週間に一回ぐらい来てもらって、まあ、うるせえよな、この話は。いやいやいや。ちょっとね、かなりね、ごめへんがね、久々すぎるのでね、ちょっと楽しくなってきちゃいますね。まあ、MTR さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次。ゆかさん。明日から4日間夏休みで自由の身なので、コーンローにしてきました。以前、ブラファイさんがコーンローにするとシャキッとするよと言ったので、やってみたのですが、頭皮が引っ張られてシャキッとしてます。あ、コーンローね、コーンローさ、一周回って、またちょっと、あれだよね、流行り出しみたいな、感じだよね。
これね、多分ね、このゆかさんはね、上手い人に当たったと思うよ。この、頭皮が引っ張られて、シャキッとしますぐらいの軽いノリなんで、これね、下手な人に当たると、めっちゃくちゃ痛いからね。うん。俺は、当時、もう今はね、そこのお店にいないんだけど、当時代官山のスラッグというお店の、根本さんというね、スタイリストの方にやってもらって、もうずーっと、もう10年どころじゃねえ騒ぎの、15年ぐらいずーっとやってもらってたし、今もまあ機会があれば行こうかなっていう、あれなんだけど、もうその人すごくうまいのよ。うまくて、痛くないのよ。痛くないのに、すごく、こう、キュッとやれるっていう。だから、この、髪の毛の毛流をよくわかってる人なんでね。で、そして、やっぱり、キメが細かい。で、そして、よく持つのよ。うん。っていうのでずっと、その人にやってもらってたんだけど、たまたま、まあ、その人もすごい忙しいから、そのお店じゃない現場もこう、行ったりするわけよ。撮影だなんだとかさ。そう、だからそれで、俺がこう、PV のどの子ので、なんつってこう、俺もこう、予約取るのがさ、こう、なんつうの、すごく、怠慢な時がさ、時たまあったりとかして、こう、取れない時があってさ、やばいって思った時に、こう、ネットとかでさ、こう調べてさ、どこどこっつってこう、コンロがどの子のとかさ、特殊系って言うんだけど、大体。それができるっていうところにさ、こう電話して、明日できますかとか、明後日できますかっていう時、って言って、はい、できますっていうところに、こう、行ったことある。2回ぐらい俺行ったことあるの。違うところに。その根本さんじゃないところに。で、一つは、まあ、良かった。うん。仕上がりは、まあ、ね、良かった。だけど、まあ、ちょっと、不満だったけど、でも全然撮影には耐えれるぐらいな感じ。うん。だけどね、もう一個のとこはもう超ひどすぎて、めっちゃ痛いし、なんか言ってる、注文と全然違うことをやり出すし、みたいなさ。で、注文と違うことをやり出すのは、まあ、ね、最後良ければいいなって思ってこう、うって我慢したんだけど、痛すぎてさ、うん。もうね、15分ぐらいでもう、ギブっていうかさ、あ、すいません、もういいやっていう。ちょっとね、痛くて我慢できないからいいやっていうところがあった。うん。あるよ、あるよとは聞いてたんだけど、ほんとやばいとこあるから気をつけてねっていうことはね、聞いてたけど、本当に自分が当たっちゃうとはな、みたいな。うん。っていうことがありました。まあ、どうでもいい話、これ。どうでもいいけど、痛いのは嫌だよね。うん。って感じですかね。ちょっと閉まらねえな。シーズン7はね、結構かっこいいコメントで、ビシッと閉めてもらった時とかあったよね。でもまあいいや。とにかく。シーズン8、終わっていいでしょうか。うん、まあ7と8がちょっとこうスパンが空いちゃったけど、9はね、まあズームが始めれるかな、わからん。まあいいや。オリンピック・パラリンピックお疲れ様でした。ではまた。